はい、yu.com ゆきと、あんとねっちゃん。はい、ということで、今回なんですけど、はい、ねっとくんにプレゼントがあります。めっちゃ気になった。これさ、俺が好きなさ、幼児って書いてあるの、ディスコードやんと思って。そう。あ、て、俺もね、ちょっとあるんよ。サーキュレーターなんていうやつ、これあげるよ。いや、いらん。これマジ、いや、いるよ。ちょ、いや、いらん。あげるあげる。ちょ、回復してみ。はい、今の時のためにハサミ用意してあります。ちょ、みんな見えるよね。じゃない。何これ、もう一回だですね。おほえ、お前マジ、うん、マジっすね。開かない。さっきのハサミがここで使えるのか。あんな変なのに使えるのに。よし、え、待って、俺は知ってるぞこれ。やばくね。いらっしゃい、マトムロ。これプレゼントです。やば、これプレゼントですね。え、待って、 12.9 インチ。はい、 12.9 インチです。え、これじゃあ開封して皆さんと一緒にシェアしましょう。はいはい、ということで、じゃあ来ました。はい、見えるかな。笑顔になるよ。やばいな。じゃあ開けてください。開けます。いや、もうなんかね、こっちの立ち位置いいね。じゃあ来た来た来た、ちゃんと親切ですねこれ。いくよ。いいよ。おぉ、よかったー。 MacBook の時失敗したんだよ。おぉ、来たー。行きます。はい、なんかね、おぉ、来た、開いたよ、開いたよ。軽い、結構軽い。うん、おぉ、うわ、おぉ、でかっ。なんか懐かしい、デジャブを感じるよ、エアフォーと一緒で。あ、うわ、薄くね。薄い。比較しようか、比較しよう、せっかくなら。そうやね。え、待って、重さ変わんなくね。でかいな、でも画面やっぱり 12.91。すごいね。全然なんか変わん、すげえ。若干こっちの方が軽いけど、そんな変わんない感じがする。せっかくなんで、もう。じゃあ開けちゃうよ。指紋に注意。はい。これね、めっちゃ綺麗。裏面も。裏面かっこいいね。うわ、かっこいい。黒かっこいいな、これ。黒っていうか、スペースグレーって言うんだよね、多分。うん、いや、かっけえ。デザイン by Apple in California。あい、なんか iPad Air 4と一緒だね。もう、若干、もう、来た、リサイクル仕様シール。シール大きくなった、ワンちゃん。いや、シールでかい、これ。シールでかいよね。でかくね、シールでかい。無駄にでかい。あった。過去に俺がそこに。ひどいや。葉っぱが。え、これなんか、でかくね？やっぱね、これ端末によって大きさ違うんだと思う。あ、そうなの？うん。あ、はい。20W プラグ。あ、20W なんだ。20なんだ。そう、20なんだよね。60とかじゃないんだよね。これタイプ C。タイプ C、タイプ C。あ、タイプ、タイプ C。はい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 。ちなみにですね、僕、せっかくなんで、このフィルムをね、プレゼントしたいなと思って買ったんですけど。ね、これ、著作権大丈夫？この絵。大丈夫でしょ？なんかすごい絵が。一応なんか店員さん曰く、このケント紙っていうタイプ、これめっちゃ描きやすいらしい。ケント。ケント。あ、なんかわかる。これなんか絵描く。で、さらに絵描く人はもう一個上のやつ買ったんですけど、なんか僕ペンだけ使うかなと思ったんで、絵描かないかなと思ったんで、一応これ買ったんですけど、普通の通常のガラスフィルムじゃなくて、なんかちょっと濁った感じのフィルムなんですよ。うん、まあこれ貼ってみていただけたら。夢中で描ける紙のような描き心地っていうね。はい。10年連続で販売数1位って書いてある。え、じゃあすごいじゃん。すごいね。じゃあこれ開けるか。はい。はい。毎回そうなんだよ。はい、ということでね、うまくね、貼れました。いや、で、使えた。30分ぐらい貼ったんじゃない？うん。で、まあ、触った感じはね、いいんだけど、うん。この、なんか、なんだろう、黒板に書いてるみたいな感じ。嫌な音のやつか。あー、わかる。わかる。黒板みたい。あ、でも俺、普通に、あれ、ルーズリズムみたいと思ってる。あー。yu.com。これ iPad Air 4。質は一緒だね。これ 10.9 インチで、これ12。12.9、うん、だから急に MacBook がどんどん MacBook って言ってほしいんだけどさ、 MacBook が13インチ、はい、MacBook の13インチ
M1 ですね。上重ねちゃえば。そうだ。M1 なんだよ、どっちも。すごい優秀になったアップルのチップなんだけど、まあ、これに関しては結構深く前やったんで、それ見てください。多分めっちゃ語ってるんで。なんか3つを一つにさ。そう。3つっていうか、うん、まあ、そんな感じね。で、あと、これ 5G が搭載されたっていうことで、ネット君、これちゃんと 5G になってるんだよね。やったな、これ。これやったな。もちろん Wi-Fi モデル。やったわ、Wi-Fi やったわ。聞いてよ、高くなっちゃうじゃん、俺も。実際さ、俺的にはね、5G 別にいらないんだよね。あ、そうなの？携帯テザリングして、ネット繋げばいいかなっていう。別にそこまで速度こだわってないから、使えればいいっていう。だからそこの面は別に問題ないかな。あの、僕たちまだね、ディスプレイの良さをね、出してないっていう。まだ起動してないですね。起動してないから、せっかく。起動しましょう。いきますか。こんにちはって言うよ。おー、でかっ。アップルマークでかいよ。どう？これさ、縁がさ、若干 iPad Air 4の方がさ、太いんだよね。あー、ほんと、そう言われたらそうかもね。そう言われたらそんな気がするけど。ほら。違う。ここ。全然違う。すごいね。カメラ使ってみたよ。え、実際さ、これさ、カメラどうなのかって言ってさ。カメラ全部お前が隠してんね。これさ、外向きこんな感じで。うん。これとかも、一応 iPad Air 4なんですけど、タイムラプス、スロー、ビデオ、写真、スクエア、パノラマがあるんだけど、そっちどう？これは？タイムラプス、スロー、ビデオ、写真、ポートレート、スクエア、パノラマ。そう、ポートレートがついてるっていう。ポートレートすごいな。そう。でも、これさ、え、すごい、え、めっちゃ綺麗。これさ、でもさ、なんだろう、ライダーがさ、外についてるのにさ、外向きに撮れないっていうのがさ、あれだよね。確かに。なんで、なんで外向きついてないの？ちょっとカメラ外だから。ごめんごめん。じゃあ、フェイスタイム。動いて。お、すげえ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 。ノー編集だよ。すげえ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 。何これ、どういう仕組みなの？すげえすげえ。ハロー、みんな。ハロー。おぉー、すげえ。こんな映る、すごくね。すごー。これ動かしてないでしょ。動かしてないよ。あ、すげえ。あ、勇気になるんだ。勇気になるんだ。やめてくれよ。今こっそりおにぎり食おうとしたのに。ちょっと持ってて。すごっ。これできねえじゃん。これやばい、ズームの時バレちゃうよ、お菓子食べてるし。すごいね、面白いね、これ。これできるんですよ。うわ、これ 120Hz だっけ。うん、あ、そうだよ。めっちゃ滑らか。なんか、わかる、このヘルツが大きいと動きが滑らかに見えるっていう。あ、確かにこれわかる。でもこれ写真じゃわかんないかな。わかんないです。今回はこの iPad Pro、 結構もう時間経ってるんで、その他の YouTuber 見てください。流すな。iPad Pro M1 チップが入ってて 5G 対応なんですけど、この端末は 5G じゃない。ただミニ LED で 120Hz。 あ、なんだっけ、すごいんでしょ。 X、 そう XDR、 エクストリームダイナミックレンジ。俺、高出力インパルスマグネットのスパッタリングしか覚えてない。それ iPhone 12 Pro Max のゴールド。ヒッピマスっていう。HIPIMS でしょ。そこだけ覚えた。オタクなんだよ。はい、ということで、実際もっと細かくはやるんで、はい。まあ、それを、まあ、次の動画で上げたいと思うんで、チェックしてみてください。はい、次回も、レッツライド。俺全く知らないんだけど、台本とかあんの？台本なんてねえよ、俺。そっくり。何するの？お前、ディスコのプレゼント企画。そう、じゃあ、こっから俺がやる。今日は俺が。サーキュレーター、サーキュレーターって何、何ですか？今日、これがやる。オッケー。いい、怖いんだけど。いける。段取りは、段取りは。段取りは、ピックでいい？何を話せばいいの？いや、台本通り。はい、今回は。え、流れはある？流れはない。ないのかよ。ないんだけど、ちょ、聞け。ああ、無理無理。We'll be right back.